何をって、スカイウォードレスですね。俺たちも今着いたところだ。フレイさん、久しぶり。遠くまでご足労いただき、恐縮です。オスカちゃん、かわいい。さあ、重要人物も来たことだし、始めるとするか。アーロンさん、かっこいい。ダークウィンドで意味のあったことは、裏切り者のカトバーンに関する全ての情報を集めたことくらいかな。今、すごいネタバレを聞いた気がする。あら。こういうのは、男の子のロマンですか？レボルビックダム地下基地、コードネームダークサイト51。ダークサイトなの？ダークサイドなの？安心してくれ。かわいいブリージェちゃん。連合はこれからも前進あるのみだ。素敵。これの最終報酬、愛しのネイリンクッション。このネイリンちゃん誰かなって思ったら、こちらで登場するんですね。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。すでに全部ご存知のようですね。では私はこれで。おこなの。はい、ってことで今調べてきましたが、漢方でしたね。漢方。すいません、なんでもないです。シャテンさん、いや、かわいい。はい、もーす、抹茶でーす。ということで、今回はですね、私前回の続きで撮ってるんですけれども、1時間ぐらい撮ったのかな。で、6時になってそろそろね、社会人の方々がきっと帰ってくる時間だと思いますので、混む前にやっちゃいましょう。何をって、スカイウォードレスですね。ってことで、こちら、エピッククエスト、トライア進行、その後、ブラックアイ。そうそう、なんか、ムービーがね、公開されてましたね。前、公式生放送とかでも公開されてたんですけれど、あの時は、確か声優さんの声が入ってなかったのかな？で、今回は声優さんの声が入って、完成バージョンが今見れるようになってますね。で、そこにこのキャラいたような、いなかったような、なんかこういうポーズしてると、メイプルワンのなんだっけ名前、カニングの転職感を思い出しますけど、ダークウィンドウ、あれ何さんだっけ。もうやんないと忘れてきちゃうもんですね。怖い怖い。ブラックアイ、暗黒茶、突然連絡してすまない。元気だったかと聞くにはあまりいい状況ではないな。トライア進行後みんな大変な思いをしているからな。合うのかな、エピッククエスト最後までやってれば。農地は荒らされ、農業施設は閉鎖直前の状、産業施設は閉鎖直前の状態。商談も安全を理由に取引を中止した。食料と物資が不足している。しかし暗黒茶、もしこの状況を改善し、人々を助けることができるなら、どんなことでもやってみたいと思わないか？お前に相談したい、いや、頼みたいことがある。ダークウィンド本部に来てほしい。待っているぞ。お、オータル出るんだ。久しぶりにカンニング来たかもしれない。ダークウィンド本部、あれ？この矢印は？あれ、こっち？あ、違う、これペリオンだ。ペリオンのエピッククエストの方だ。こっちか。人が多いですね。あ、めっちゃいるじゃん、なんか偉い人たち。暗黒者、来たか。俺たちも今着いたところだ。フレイさん、久しぶり。遠くまでご足労いただき、恐縮です。オスカルちゃん、かわいい。さあ、重要人物も来たことだし、始めるとするか。アーロンさん、かっこいい。あの計画に関する話。文字がでかくなったよ。よし、もう時間がない。すぐに始めるぞ。前回のトライア進行後、我々ダークウィンドとグリーンフッド、秘密騎士団、そしてトライア近衛隊は、非常対策会議を続けてきた。
たくさんの会議を開き、危機に陥ったメイプルワールドを救うための方法を議論したのだが、あんまりいい方法がなくてね。それでとりあえず自分が得意なことをすることにしたんだ。金衛隊はみんなを助け、グリーンフッドは物資を集めて分配。アロン、皮肉を言うつもりはないが、秘密騎士団は何をやっていたんだ？皮肉じゃないか皮肉じゃないか。いつも通りシャドウワールドを監視し、闇の痕跡を探していた。意味のないことだったが。まあダークウィンドも同じだ。意味のない情報戦ばかり繰り広げていたからな。それを見つけるまではめっちゃ強調してくるね。ダークウィンドで意味のあったことは、裏切り者のカトバーンに関する全ての情報を集めたことくらいかな。まあすごいネタバレを聞いた気がするまあ皆さんはエピッククエストクリアしてると思うのでご存知かと思いますけれども、まあなんか私も薄々感じてましたけどね。奴がいつどうやって戻ってくるかわからないからな。これエピッククエストクリアしないけど受けさせてくれるっていうのは良心なのかな。そしてついに我が捜索チームはダークウィンド本部に残されていたカトバーンの秘密情報サーバーを探し出すことに成功した。しかしカトバーンが残したものは単なる情報ではなかったんだ。なんか太字の強調が多いですね。プロジェクトスカイフォートレス、次世代空中機動母艦の建造計画。こういう設計図かっこいいですよね。独立的な作戦能力を持つ大型戦艦を飛行可能な形に改造し、ダークウィンドの機動本部として使うんだ。ブラックマッシュルーム以降、本部の安定性を心配したカトバーンは、全面的な攻撃を受けても本部の機能を維持できる機動式のための施設計画を進めていた。まあ陰謀を隠すための言い訳だったんだろう。女王とビドブライム大臣はこの作戦を全くご存知なかったしな。カトバーンが誰のためにスカイフォートレスを建造したかは言うまでもない。なら今からこの母艦を破壊するのですか？あ、私喋ってたの。ふふふ。そう急ぐな、暗黒ちゃん。こんないいものを破壊するわけないだろう？ダークウィンドはすでに戦艦と建造施設を確保した。ダークサイド51区域というくだらない暗号名も持っていた。くだらない暗号名。カトバーンがいなくなってから技術者たちは消え、施設は捨てられ放置されていた。手に入れるのは浅見姉妹ってわけだ。俺はこの戦艦がチャンスだと思った。今まで攻撃されっぱなしのメイプルワールドにもチャンスが来たと思ったんだ。その後、ダークウィンドは捨てられていた戦艦を解体し、メイプル連合の戦艦として新しく建造した。メイプル連合？ダークウィンド、秘密騎士団、自警団、金衛隊の連合勢力。これを総じて公式的にメイプル連合と呼ぶことにした。これもう、メイプル1で、何でしたっけ？メイプル連合でしたっけ？エレブのね、なんだ、エレブ様か。エレブ様を中心に集まるっていうストーリーでしたね、後半ね。そして、この戦、艦船、スカイフォートレスはメイプル連合の機関にするつもりだ。助けが必要な場所へ安全に素早く移動でき、物資が敵やモンスターへ奪われる心配なく輸送できるんだ。言葉通り、空の盾、空の要塞、メイプルワールドを守る我らの最後の希望。最後でいいの？これがあの計画、新しく構成されたプロジェクトスカイフォートレスだ。兵力と拠点、運用計画、必要なあらゆる要素が整っているように見えるが、実は一番大事なものが抜けているんだ。それは何ですか？ふふ、最も大事な要素は暗黒ちゃん、お前だ私？びっくり。はてなびっくり。メイプル連合の創設とスカイフォートレス作戦について報告するとき、エレブ様から一つ頼まれたんだ。メイプル連合の中心は暗黒ちゃん、お前に任せたいとね。すごいね。主人公一体何したの？最初はどういうことかと思ったが、すぐに分かったよ。俺、ブラックアイ、オスカル、そしてフレイ。それぞれの部隊と個人の実力は優れているかもしれないが、
お互いの勢力に対する理解が欠けている。連合作戦においてこれは最大の足かせになるだろう。しかし暗黒者、君は違う。君は俺たちと冒険をしてきてみんなを知っている。女王はそこに目をつけていたんだ。各勢力の中心となるお前の可能性にね。さあ暗黒者、突然こんなことをお願いして申し訳ないけど、そろそろ本題に入ろう。お前をメイプル連合の先方隊いいところで読めない先方隊に選抜したい。はい、ってことで調べてきました。先方隊ですね。まあ先に行く、まあ一番先頭みたいなタイトルですかね。先方隊に選抜したい。しばらく考える時間が必要だろう。決めたら俺に教えてくれって言われても、ブラックアイに合う。ブラックアイに合う？あれ？ちょっと待ってください。あったあった。ブラックアイ、あ、ここね。うむ、思ったより早かったな。っていうかまあ、やらないと話進まないし、みたいな。なるほど。すでに覚悟していたから悩むほどでもなかったということか。女王が推薦された理由がなんとなくわかったぞ。いいぞ、暗黒ちゃん。これよりお前をメイプル連合先方隊に編成し、連合の守護者に任命する。やっと何かできるんだ。本当によろしくな、暗黒ちゃん。連合の守護者クエストをクリアしました。じゃあ、出発するか。どこに行くのですか？当然、メイプル連合の新しい拠点、スカイフォートレスだ。もうすぐ離陸だ。俺たちが急いでいたのもそのせいだぞ。こんな大事なことはあらかじめ言ってほしいです。はは、悪い悪い。秘密を守るためには仕方なかったんだ。ほら、泣き言はよして出発だ。ダークサイト51区域は結構遠いんだぞ。ダークサイトって、スキルでありましたよね。メイプル1で。透明になるスキル。2もあんのかな？ね、ダークサイド、どっちが正しいの？ダークサイド51区域はどこにありますか？ふふ。びっくりするぞ。秘蔵の武器は東大元暮らしってことも多いからな。わお、飛ぶの？レボルビッグダム。お、まさか？まさかの？いや、確かにね、なんかやけにでけえなーなんて思ってたんですよね。すごいロマンじゃないですか。こちら？レボルビッグダム地下基地。いいんだよね。あれ？違う？こっちだよね。いいタイミングで他の方が入りましたけど曲が、あ、ムービー始まる感じ？あれら、こういうのは男の子のロマンですか？レボルビッグダム地下基地、コードネームダークサイト51。ダークサイトなの？ダークサイドなの？え、結構でかいね。わーお。ここはイベントマップ？いや、そんなことない。プレイと会話。レボルディックダムをこんな風に改造するなんて、さすがダークウィンドだ。トライアの近くでよくもこんなものを作っていたな、カトバーン。安心してください。かわいいブリーチちゃん。安心してください。ここはもうカトバーンとは関係ありません。完全に利用したって感じなんですかね。ブリーチちゃん。誰と会話？ブリーチちゃんと会話？連合はこれからも前進あるのみだ。素敵。連合はこれからも前進あるのみだ。新しい指揮官。初めての方もいらっしゃいますし、まずはご挨拶から。トライア海軍所属、ブリーチェ・マティーニです。ふむ、ということはブリーチェ大佐がスカイフォートレスの艦長？不満でも？気難しいのは父親譲りだな。お父さんいるんだ。まあ、よろしくお願いします、ブリーチェ艦長。こちらは女王が推薦された人物です。笑顔で挨拶を。紹介を後にしよう。離陸の準備忙しいので。艦船の前で副艦が待っています。
会長方はブリーフィングが終わりましたら、できる限り早く席を外してください。作戦は皆さんの後任たちがしっかりやらせていただきます。ち、マティーニ提督の娘さんらしいな。マティーニ提督がお父さんなの？歩いてた。どこ行けんの？メイリーに会う。みんな、なんか、行っちゃうけど、あ、喋れる。連合はこれからも、前進あるのみだ。お話しましょう。それだけだった。で、ついていけって。ついに、メイリーちゃん、これあれですよね。報酬スクロールがあるじゃないですか、今。これの最終報酬。愛しのメイリンクッション。このメイリンちゃんって誰かなって思ったら、こちらで登場するんですね。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。お疲れ様です。隊長方。そして暗黒茶さん。戦術副官メイリンです。暗黒茶さんは今回の作戦で中心的な役割を担当されますよね。よろしくお願いします。それにしても、オスカル隊長、お会いしたかったです。初対面なの？こそこそ。メイリン、集中して。今、あなたは自警団の代表だよ。あ、5本。いや、かわいい。5本。では、ただいまより、メイプル連合の守護作戦と空中母艦、スカイフォートレスに関するブリーフィングを始めます。ワクワクしますね。HMS-001 リビングアイランド級の空中機動母艦スカイフォートレス。この戦艦艦船は、先代ダークウィンド艦長カトバーン主導のもと建造され、副艦カトバーンの話ならすでに俺が伝えている。それに艦船はもうあいつと関係ないんだ。はい、それはそうですね。あ、それなら、いや、かわいい。ただいまより、メイプル連合機動部隊任務についてご説明を。暗黒者の活動、活躍を中心に各勢力がしっかり連携し、メイプルワールドの各地にある脅威を撃退し、安全を保つこと。と聞いているが、オスカル、合っているよな？メイリンちゃん、表情豊かですね。みんなひどすぎる。副官の分も少しは残してくれればいいのに。かわいい。また会話かな。すでに全部ご存知のようですね。では私はこれで。おこなの？あ、メイリン副官、少々聞きたいことがある。スカイフォートレスの武器や搭載システムについて、気になるのだが、そういうブリーフィングはないのか？はい？ないはずないじゃないですか。もちろんできます。かわいい。全面艦砲、後面艦砲、地上打撃武器、対空武器、艦船装甲、フライトユニット、エンジン出力、巡航速度、高速距離、偵察機、乗務員、搭乗兵力、艦船設備、早期警報システム、レーダーシステム、などなどなど、漢字が多い。さあ、何から始めましょう。メイリン、そんな詳しいところまでは。艦砲から始めてくれ、空間。艦砲？艦砲？フレイ君？どういうこと？実は、フレイさんは、そういう系に興味がある人だった？ふふ、これは長くなりそうだな。暗黒ちゃん、お前はその間、他の部隊の担当官に会ってきたらどうだ？みんな、メイリン副官のように、各勢力隊長の推薦で、スカイフォートレスにやってきたんだ。お互い初めてだろう？出航前に挨拶でもしたらどうだ？どんどん経験値もらえる。はい、ってことで、今調べてきましたが、艦砲でしたね。艦砲！すいません、なんでもないです。シャテンさん、いや、かわいい。やあ、暗黒茶、会えて嬉しいよ。私はダークウィンド担当官、シャテン。あんた、近くで見たら結構かわいいね。ブラックマッシュルームの時は、もっと身長が高かったような気がするけど、あのロボットのせいかな？あ、なんか乗りましたね。カニングシティで私を見たことがあるんですか？
もちろん、ミス港口でも見たよ。知らなかったの？全然記憶にない。目、開けてる？あははは。なんか、隠れるの上手だったりするんですかね？見た目的に。スリムですけど。あんたに関することなら何でも知っていると思ってくれればいい。私はシャドウウィンド出身なのさ。知りたくなかったってことも多いんだけど、私の目と耳がメイプルワールドのあちこちにあるから分かっちゃうんだよな。シャドウウィンド？それは何ですか？なんかダークウィンドだったり、シャドウゲートだったり、ややこしくなってきましたね。話したらあんたは撃たなきゃいけない。それでも聞きたい？怖っ。あははは、冗談だよ。困った顔が見たかっただけ。やっぱり可愛いね、あんた。すげえおちょくられてる。シャドウウィンドについてはもっと仲良くなってからね。残念だけど今はあんたを信頼できないんだ。気になるじゃん。とにかくダークウィンドはこれからスカイフォートレスでメイプルワールドのあちこちで起こっている犯罪の相当と情報任務、そしてカトバーの残党の捜索を行うよ。暗黒ちゃん、これから仲良くしようね。ああ、あそこの角を曲がると、トライア禁衛隊の禁衛部長、コンドール様がいるよ。担当官への挨拶回りだよね。私より部長のところに先に行った方が良かったかも。あはは。あんたに幸運と社会人としてのセンスがあることを祈る。どういうこと？コンドールに会う。